申請で攻略します。倍速スタート。ステージの内容がわからないので、万能編成で挑戦。最初からメタルゴマ様ってぶっ飛んでるよね。急いで倒しても資金が少ないと負けるので、様子を見ながら出していきます。黒炎が欲しい端末ですが、白御玉いるだけまだ恵まれてます。メタルゴマ様が2体に増えたので全力生産。出せるものはどんどん出していきます。クニオくんは本当に優秀ですね。手に入れる機会があったら優先してください。厄介な敵を倒したら白攻めです。お城を叩いたら敵ワンサかなんてないよね。ここで録画ミスが起きたのでつなぎます。気を取り直してレッツゴー。倍速スタート。さすがに新しい端末買った方がいいと思ってます。ゲーミングスマホより iPhone の方が都合がいいのですが、Android も1個は持っておきたいよね。新しい黒いやつはデリバリーよりニャンマの方が対処しやすいです。セレブとツバメンズの処理は他のキャラに任せないとダメですが、賢者が出てこようと基本この編成なら対処できます。今となっては入手はそんなに難しくない編成です。どんどん難しくなっていくので、敵がい、間違い、勘違い、そんなことがあったら簡単に負けます。このステージは3回目。ゾンビとメタルなんて最悪の組み合わせですが、編成は変えてません。アイテムを使わないため苦戦はするのですが、クニオくんが頑張っています。どんどん難しくなってきてますが、一応編成としてはバランスの取れたものになっています。壁は3枠。大きな火力はニャンマ。妨害は白身玉。黒い敵、古代史問わずにそこそこ活躍するデリバリー。敵を呪うことができる黒キャス。シールドだろうとバリアだろうと破壊できる黒イズ。現在確認できる敵が現れても対処できる。ギリギリの編成です。一部キャラを除いて再生産が早いのも魅力のうちです。ゾンビとメタル相手にする場合結構苦戦しますが、決められた枠の中で全種類の敵に対応するには、これが現状ベストと判断しました。編成をあまり変えたくない場合、固定で攻略できるのはストレスフリーでいいです。壁キャラは変えるかもしれませんが、今回はこのまま最初から最後まで攻略します。古代種は普通にゃんで屋根を使うと思いますが、デリバリーをうまく使えば、対処が楽になります。本能解放すると使いやすいです。レジェンドストーリーでは敵の種類が容赦ないですが、基本効果力とハメ技で切り抜けるようにします。劣化は厄介ですが、体力が高くあとは無効なら問題ありません。ただ白に弾は復帰するのに時間がかかるので、撃たれ強くてもやっぱり黒炎が魅力的です。古代ブンブンを止めるのは壁3枠と白に弾。呪われると厄介なのでこっちが先に呪っちゃいます。鈍速と呪いに加えて、効果力で叩いていけば、相性は 50% でもなんとか対処できます。時間がかけるのが難点ですが、キオのステージも判断ミスによって3回目です。メタルハリケーンだったかこいつをうまく足止めしながら、フグタ君に対処します。ニャンマ出しても意味ないんですけど、黒キャスで跳ねながら、クリティカルで鉄渦をヒットバックしていきます。結構ピンチですが巻き返します。クリティカル一発出れば形勢逆転。劣化でフグタ君を妨害している間に、渦を押し上げていきます。キャノンブレイクは汎用性が高いので便利ですが、できればステージに合った編成が楽なのは確かです。ですが同一編成でクリアしたいという思いは止められません。最終ステージまで来ました。
何が出てきても対処できるようにはしてますが、負ける要因は最初の判断ミスです。資金を集めて適切な対応をしていけば攻略はできます。初登場の黒犬ですが、これなら怒りのブラッボリの方が厄介です。たっちゃんとの距離に気をつけて遠方範囲攻撃をしながら、気に入らない敵を効果力で叩いていきます。本能解放したニャンマは優秀なので、できればずっと使いたいですね。さあフィニッシュです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。